さあ来ました。今回は、脳症炸裂ガールのマスターということで、初見プレイの、様子の動画を一緒に見ていこうという動画ですね。やっていきたいと思います。今回脳症炸裂ガールなんと32ということで、もういきなりグレートしてますね。はいいきなりグレートをやらかしておりますが、まあ、とりあえずね見ていきましょうか。クリアできたかできてないかはあの後々説明します。もうあの前提としてフルコンボっていう言葉は俺出てきません。はい俺そこまで上手くないんで、本当に一般人レベルなんで本当に許してください。その辺はこの辺とかずるくない、本当にわからないよね指どれで取ったらいいのかわからないよね。本当にどの指でポテト食べようかみたいな、すごい迷うところなんですけど、なかなかねまあついていけないということで、画面の明るさめちゃめちゃ明るくしてしまいました。まあいいことではあるんですけど、視聴する側からしたらいいことではあるんですけど、俺からするとただやりづらいっていうね。後ろが明るくなればなるほど、もうここねずるいあんなんさ、いきなり来られたらさ辛くないでもね、これなんかさ変なところで見せてたりもするのよ。今のところは別にいけるんだけど、でね、ここねパートがねあんまりねちょっと新鮮味があって、まあでもそんなにね難しくない譜面だったから良かったんですけど、ちょっとねとりあえず初見だとねもう取り方が分かんないんでもうボロボロです。ただまあ検討した方ではあるのかな、このなんかもう見づらい譜面にしては検討した方ではあると思います。今回はいグレートの数とかやばそうですけど、いいよ今のところいいですよ。うん、なかなかやってる。そうここ繋がってんのすごくないもう高評価です。皆さん今のところ繋がってる人いたら高評価です。もう目の前にいるんで高評価押してくださいね。はいもうめんどくさくなって、今のところさ一回ミスったからって言って全押ししてるっていうね、情けないの俺この辺とかさ、なんなんマジでね、エナナブチ切れるよこんなことをしたら。エナナブチ切れる。ここで一気にね体力減っちゃって今110ですね。さあここからどうなるんでしょうか。いやここちょっとねいやらしい譜面きますよ。でも多分ねこれねこの調子だとねいい感じの、ほらでも30なんですよ。やばい、いけるか、いける、いけるのか、とうとうクリアしてしまうのか初見。あい残念でした。